はい、皆さんこんにちは、サンディです。お久しぶりでございます。タイトル通りですね、今年のブラックフライデーで購入した商品を紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで始めたいと思います。その前にですね、もう、半年ほどこのチャンネルでは動画を上げていませんでした。たくさんの人がね、インスタグラムを通して、動画も出されないですかとか、お元気ですかっていう DM いただいたりしました。まあ、たくさんの人って言っても別に何万人とかじゃないんですけどね。そう、この動画を上げなくなった理由っていうのは、ちょうどですね、半年前ぐらいからかな、からじゃないけど、そう、そこら辺の 前後じゃないな、最後に上げた動画の後ですね、体調を崩したりしたりとか、あと仕事でちょっと忙しかったりとかで、ちょっと上げられなかったっていうのがあるんですけども、もう一つ理由があって、これはもうインスタグラムで先月かな、発表をしたんですけども、今ですね、妊娠しています。6ヶ月に入りました。はい、週で言うと、今日で21週になります。で、それもあってちょっと体調崩したりなどがありました。ただ去年ですね、ブラックフライデーに向けて気をつけたいこととか、なんかそういう動画を去年あげたんですけども、今年もね、何かちょっとあげたかったんですけど、ブラックフライデー前にそう、あげたかったんだけどちょっとあげられなくて、でも購入品紹介はまだしてなくて、インスタグラムでもちょっとは載せたりしてるんですけども、全部は載せてないので、まあせっかくだから動画で、載せようかなと思っています。で、今年はちょっとね、去年よりも買う箇所、通販サイトがちょっと多めです。ただ、一個一個のサイトでたくさん買ったではなくて、欲しいものだけちょこっと、買ったりとか、結構ね、ブラックフライデーはセールするっていうのももちろんですけども、送料が無料になることが多いので、もともと送料無料を扱ってる通販サイトもあれば、普段だったらいくら以上、例えば1000ドル1万円ちょっと以上じゃないと送料無料にならないサイトもあるんだけど、そういう期間限定で、1点からでもフリーショッピングっていうのかな、そう、送料無料になるサイトもあったので、まあちょこちょこいろんなとこで買ってみましたので、スウォッチはまた別撮りしてここに載せるので、もしよかったら見てってください。あと一サイトだけね、ちょっとね、トラブルがありました。なのでちょっと見せられない商品もあるんですけど、まだ届いてなくて、で、その詳細もこの動画でちょっと話していきたいと思います。じゃあまずそのトラブルのあったサイトからお話ししていこうと思います。今回このサイトで買ったのは初めてになります。で、もうね、ずっと前から気になっていたし、インスタグラムで仲良くさせていただいている方がもうすでに利用されていたのと、自分の好きなメイクアップアーティストの方も使っていたので、すごく気になっていたサイトになりますが、それがこちら、TTDI っていう、カラコン専門の通販サイトになります。取り扱っている商品に関しては、中国産のものになっておりますが、まあ一応ちゃんとしたブランドであって管理されていることを願っています。はい、今のところ使ってる人で何かトラブルあったよっていうのは特に見ていなかったので、特になんかそういう報告もなかったし、まあ使ってみたいなっていうこともあって、あとその仲良くさせていただいてる方も結構ね、カラコンによってはこうゴロゴロしたりとか、乾燥がひどかったりとか、実際に目にトラブルがあったっていう経験の人で、これに関しては、このブランドに関してはそういうことが特になかったよっていうこともおっしゃっていたので、まあ私もちょっと使ってみようかなと思って、結構ねインスタグラムでは広告売っている、通販サイトで結構見かけることが多いかもしれません。で、そうちょっと使ってみたいなって思って
買ってみました。あのね、結構ね、使ってる人が多いんですよ、本当に。特に、そう、メイクアップアーティストの方、インスタグラムで見るような人たちとか、YouTuber の人でも使ってる人多くて、発色がめちゃくちゃいいのが、もうすごい、もう一目でわかるんですよ、写真を見てると。カラコンっていろいろあると思うんですけど、発色いいものと悪いもの、悪いものっていうか、あんまり発色しない自然なものもあったりするんですけど、ちょっとね、こう、やっぱり写真にするときは結構こう発色のいいものが欲しくて買いました。で、ブラックフライデーを狙ってたんですよ。普段もセールしたりしてるんですけど、やっぱブラックフライデーは特別セールがすごかったです。はい。で、TTDI に関しては、ちょっとセール始まるのが当日からではなくて、1週間前ぐらいからかな？多分。そう。それくらい前から始まって、当日までずっとって感じで、で、その前も、ブラックフライデー前にもセールあったりしたんですけど、やっぱり、その、1週間とか当日待つのが一番やっぱりベストですね。ただ、まあ、通販サイトによっては違うんですけども、これに関しては、当日待ってよかったっていう点に関しては、新商品を買うと、漏れなく、もう一つ、もうワンセットのカラコンを、もらえるっていう無料のね、サービスがあって、まあ、新商品を買えば、お好きなカラコン1個、無料、ワンセット、無料で、もらえるよっていうのがあったので、せっかくだから、新商品を買ってみました。はい、で、まあ、そんな感じで、新商品を、買って、もともと欲しかったもの、欲しかったカラコンをゲットしました。で、新商品に関しては、その時はですね、そう、新商品は定価のままで、だけど、すでにある商品に関しては 50% オフか 40% オフになってました。だけど、まあ、2つゲットできるって思えば、新商品も気になってたし、まあ、買ってみようってことで買いました。で、買ったものの、スウォッチを見せながら、あと色の名前とか、詳細も一緒に載せますね。で、発色に関してはもうめちゃくちゃ良かったです。ただ、新商品の方に関しては、ちょっと、なんだろうな、発色いいんだけど、結構自然っていうか、馴染む。元の目の色に馴染むっていう感じでした。で、他のカラコンに対しては、まあ見ての通り発色良くて、めちゃくちゃ良かったです。で、はい。で、こんな感じでね、今ちょっと箱1個ないんですけど、6個のカラコンを買ったっていう感じです。1個ちょっと箱が今ないんですけど、ここにこんな感じで来ました。で、カラコンの他にも、私がね、好きなのはね、カラコンを頼んだ時に、カラコンを入れるケースが一緒に来るのがもう、ね、すごい助かるんですよね。で、特にこの TTDI に関しては、こんな感じの入れ物が来ます。で、もちろん、カラコン入れる入れ物と、こういうね、よくあるやつ。と、あとね、これも多分皆さん見たことあると思うんですけど、こういう、挟むっていうか、そう、挟むやつ？なんていう名前なのかわかんないけど、こういうやつも来ます。で、これは結構比較的にいろんなところをね、韓国カラコン特に結構こういうのを一緒に送ってくれるんですけども、TTDI のこのね、これ。これがめちゃくちゃ使えるんですよ。挟む方もいいんだけど、その取り出すときは結構便利なんだけど、つけるときはね、このやつめちゃくちゃ良くて、ここにカラコンを乗せて、で、そのままこういう感じで、装着するやつなんですけど、これめちゃくちゃ良くて、そう、セットごとに、ちゃんとついてくるんですよ。もうそれがめちゃくちゃ良かったです。本当に、今まで使ったことなくて、これ大丈夫？使えるかな？と思ったんだけど、実際使ってみたらめちゃくちゃ良くてやりやすくて、何よりもね、もうなんか指とか、指でつけなくても、
使わなくてもそのやつでつけれるので、もうすっごい良くて、そうそう、一度は体験してみてほしいやつ、本当に良かったです。ただね、一個ちょっと難点なのが、すでにあった商品に関しては箱にね、私こっちに貼っちゃったんですけど、こういう感じのシールが貼ってあって、で色の名前が載ってたんですけど、新商品に関してはね、何も貼ってなくて、で名前も書いてないし、そう、色の名前もないし、モデルの名前もなくて、でこっちを見てもわからなくて、特に書いてなくて、唯一わかったのはこの商品番号、そう、商品番号っていうか製品番号っていうかっていうのがあって、まあそれでわかるぐらいだったんですけども、でもね、自分で把握してないとわからなかった。ただ多分新商品だけそこのミスがあったのかなって感じです。でここでこのページでトラブルあったんですけど、そのトラブルに関してお話ししていこうと思います。でこれはね、システム上のエラーなのかながあって、トラブルがあったんですけども、こう開封していく中で、一番最初に私がするのは海外通販に関しては一番やるんですけど、とりあえず自分が頼んだものを、実際に頼んだその履歴の画面、もちろんなんだ、請求書とか注文書はついてくるところもあるんだけど、 TTDI に関しては来なくて、来てなくて、でそう、サイトの画面を見ながら確認していった時に、新商品の方の色がね、ダブってたんですよ、1個で、1個その欲しかった、頼んだはずの色が届いてなかったっていうのがあって、すぐにメールなどいろんなところ、もうどこにお問い合わせしたらいいかわからなくて、とりあえずいろんな Facebook やらメールやらサイト上でのチャットみたいなのもあったし、なんかいろいろあったんだけど、私がね、一番ここだったら一番早く対応してくれたなって思ったのが、 TTDI のカスタマーサービスセンターのインスタグラムがあるんですよ。ここに載せておきます。そこからそう、英語でまあこの経緯を話して、まあ、それは翻訳のアプリを使ってなんですけど、英語できないので、注文した、番号と商品、届いた商品の写真、この場合は商品のそのカラーの名前が、カラー名が入っているシールがなかったので、ちょうどさっき見せたここの裏側の、番号が分かるように写真を撮ったのと、そうそう、向こうからの返事だと、こちらでは確かにあなたはこのカラーを2つ頼んでますよみたいな返事が来たので、えっと思って、自分が見てる画面上でもそうなってないし、おかしいなって思ったからスクショしてそれを送ったら、まあ向こうがシステム上のトラブルがあったので今すぐに送りますとのことで、今待ってるところです。で、 TTDI に関しては追跡番号ありましたけども遅かったです。はい、なんだ、多分一番安い方法の郵送だったと思うので割と遅かったです。ただまあ2週間3週間ぐらいを見てもらえばいいかなと思います。1ヶ月にはならなかった、ブラックフライデーでもね、そうって感じでした。まあそれくらいのトラブルだったので、まあ慌てずにとりあえず連絡取ってみてください。そして説明して証拠となるものは全て送ること、そうすればまあ大体はちゃんと対応してくれると思います。で商品以外に一緒に届いたものが、なんかちょっとしたプレゼントみたいなのをくれましたっていうのと、あとね、説明書、どういう取扱書っていうのかな、説明書が英語で届きましたっていうのと、あとこういったポスターカード的なって感じですね。はい、あとね、
まあ、クリスマスシーズンだからだと思うんですけど、もしね、こういうのをプレゼントに使いたいなら、これどうぞ、的な感じなのかわかんないけど、そう、クリスマスカードがついてきました。ね、かわいいクリスマスカードになっています。封筒がついていて、こんな感じで、なんか書ける感じのものになっていました。あとね、なんかちょっとした小物がいろいろ、ケースは、頼んだ分だけのケースが届きましたので、はい、そんな感じです。で、あとね、いろいろ届いたの。こういう、なんだろう、ネイルとかに使うようなこういうやつとかがね、4つぐらい届いて、これはなんか多分ランダムでおまけとして送ってくれた感じです。あとね、よくわかんないけど、このお人形、これかわいい。なんか、なるやつ、こんな感じで。うん。こんなやつとか、これかわいいよね。あとね、ね、これ昔とか結構、昔思い出す、こういうタトゥーシール。タトゥーシールも届きました。はい。まあ、使うことないだろうけど、まあ、いつか使うかもしれない。わかんないけど。と、あと一番私嬉しかったのは、よくね、みんながね、このね、ブランドを使ってる人で、なんか、丸い、私、ステッカーかなと思って、こういうのを持って、なんか、写真撮ってる人もいたりしたから、なんか、ステッカーをもらえるのかなと思ったら、ハンドミラーになっていました。こういうのね、結構嬉しいよね。そう、それが届きました。っていう感じで、おまけもついてる感じの、サイトになっています。もしよかったらですね、10% オフになるクーポンがあります。もしよかったら、お使いください。はい。そんな感じで。多分、セール品に対してクーポンコードを一緒に併用して使うことはできないので、例えば今回のように、新商品を買った時に、特にセールになってない時に 10% オフを使えたりすることができるクーポンになっています。もしよかったらお使いください。はい。ってことで、長くなりましたね。なので、このビデオは、パート2、パート3に分けようかな。はい、そんな感じで、次の、注文したものを紹介していきます。はい、で、次がこちらでーす。ビューティーリッシュさんで、注文したものになります。ビューティーリッシュさんに関しては、当日、当日に、40% オフだったかな ?50% オフか。のセールがあったので、欲しかったものを2点だけ、頼みました。で、すでにね、もう使ってるんですよ。もうこれは我慢できなくて、そう、すでに使っているんですけども、これはね、別に、なんだろう、最近発売されたものではなくて、もう結構前にあった、すでにあったもので、試したことなかったから、ちょっと買いたいなって思ったのが、こちらでーす。アナスタシアのグローキットっていうシリーズのハイライトパレットになります。色合いはいろいろあるんですけども、私はシュガーっていうものを選びました。で、これね、50% オフぐらいになってたと思う。40% オフか。そう。なんで、2000円ちょっとだったかな多分。これがね、もうすっごい綺麗で、もうめちゃくちゃいいんですよ。これ多分見たことある人多いと思うんですけども、これを買ってみました。もうね、すっごいいいです。今日使っているのは、アナスタシアでも、結構ね、今年話題になった こちらの、アナスタシアのハイライトなんですけど、これじゃなくて、そう、これね、今日使っているのはこれです。これじゃなくて、こっちのね、普通のハイライトパレットを使ってみたいなと思って、これがすごい良かったので、まあ、きっといいだろうと思って狙ってたものになります。ただ、これね、本当だったら違うサイトで買おうと思ってたんですけど、やっぱりみんなね、考えることが一緒なんですよね。普段高いものを、やっぱ今の、その時期にゲットしたいっていう方がたくさんいたので、やっぱりね、悩んでるうちに売り切れちゃったっていうのがこれでした。で、たまたまビューティーリッシュさんで、セール始まった時にこちらが、
あったので、これもね、インスタグラムで仲良くさせていただいてる方に、今あるよっていう、情報をいただいて、本当に助かりました。それで、ゲットできた、ハイライトパレットになります。もうこれはね、もうゲットしてよかったと思います。もう届いた日から、すぐに使うようになって、もう最近はほとんど、このハイライトパレットを結構使っています。はい、そして、ビューティーリッシュさんでもう一点頼んだのがこちらの、これもね、ずっと気になってたやつで、ちょっと一本だけ試してみようと思って買ってみたのが、こちらでーす。シュガーピルの、リキッドリップスティックになります。これね、すっごい気になってたの。別にこれも特になんか最近出たよっていうわけでもなく、すでにもうあったブランドなんですけども、すごい気になってて、で、私の好きな、リアリティショーがあるんですけども、ルポールドラグレースだったかな？があるんですけど、そこに出ていた、キムチっていう、方がいるんですけど、その方も一緒にコラボしてたりとか、実際にそのリアリティショーに出てたドラッグクイーンの方の、方々がコラボをしたりしている、ブランドになります。ちなみにね、去年かな？去年、キキララとのコラボの、パレットと、リップスティックを、リキッドリップスティックを出されているブランドでした。なのでずっと気になっていて、そう、どんな感じかなって思って買ってみました。一本だけ買ったんですけど、で、色もここら辺に載せておきます。これね、めちゃくちゃ良かった。ほんと買って良かったって思ったし、もうね、またセールになってたら、買いたい、集めたいって思えた、リップスティック、リキッドリップスティックでした。もうめちゃくちゃ好きです。つけ心地もすっごい軽いし、なんかそんなに別に、乾燥するような感じもしないし、発色がめちゃくちゃ良くて、で、特にこういう色私大好きなので、もう買って正解でした。ちなみに、セット売りもしていて、もし私みたいなこういう感じの色、これ使っているものはまた違うんですけど、こういう感じの、なんだろうな、ピンクベージュみたいな色とか、ベージュ系の色が好きな人がいるんであれば、セットとものもありました。あと、結構ね、ビビットカラーなものもあるし、いろんなカラーの、リキッドリップスティックがあります。これね、めちゃくちゃ可愛かったし、買ってよかったと思います。公式ページももちろんあるんですけども、私は、ビューティリッシュさんで買ってみました。はい、そんな感じです。ちなみに、アイシャドウ、そう、アイシャドウだったりとか、アイシャドウはね、単品のものが売られています。あと、つけまつげも売られているんだけど、つけまつげに関しては結構ね、なんて言うんだろうな、派手なもの、すごい、なんだろうな、ショーとかに使いそうなものとか、それこそドラッグクイーンの方が好みそうな、つけまわが結構売られていて、そうそう。あとあるのは、キキララの、コレクションだとパレットがあったりとか、アイシャドウパレットもあったかな、もう売ってないかもしれないけど、あるかもしれない。そんな感じで一応ビューティリッシュさんでも買えます。はい、こんな感じで、ビューティリッシュさんで買ったブラックフライデーはこの2点になります。はい、次、では次いきます。はい。で、次はですね、この、今年のブラックフライデーで一番最初に注文したものになります。こういった感じの箱で来ました。前にもね、このブランドから、商品をいただいたことがありまして、実際に、クーポンコードも持っています。で、ただね、それを紹介しているビデオがあるんですけども、ちょっとね、もう、上げ底に行ってしまって、夏に撮った動画だったんですけど、まあ、もし興味がある方、やっぱり作ってほしいよっていう方がいれば、ぜひコメント欄に、で教えてください。ちなみにね、ここのブランドに関しては、もう海外コスメ好きの方にはもう超有名な、一応、ブラシ
メイクブラシで有名なブランドになります。それがシグマになります。シグマでもね、いろんなブランドがあるんだけど、ブラシ、メイクブラシになります。一応ね、カメラのレンズのね、シグマっていうブランドもあるんですけど、そっちではなくてメイクブラシです。で、今回はリピート品になります。そう、いただいた、前にいただいた商品で自分が気に入って、今回は自分で購入したっていう感じです。で、3点買いました。で、こんな感じで、来ます。はい、シグマで取り扱ってる商品を、全部載っているパンフレットみたいなものが来ます。そして開けてみると、こんな感じで商品が入ってます。まあ、こういった感じのサンプル。これは、シグマの、これどっちだろう、リキッドの方か、リキッドブラシ、クレンザーが来ます。これサンプル品になります。で、私が買ったのはこちらです。もうね、届いた時に真っ暗で何もシグマとは書いてなかったから、え、なんだっけこれっていう感じだったんですけど、はい、これを頼みました。これはですね、ブラシを洗うクレンザーになります。クリーナーになります。で、私はこれをね、シグマさんからいただいた商品の中に入っていて、実際に使って、あ、すごく気に入った ものでした。それまでは、日本で売っている、例えばダイソーのものだったりとか、薬局で売ってるものだったりとか、いろんなところの、クリーナーを使ったことあるんですけども、自分のブラシで一番悩んでいたのがですね、白い毛の、ブラシに関しての洗い上がりそうがあんまり良くなくて、結構バサッとしてたりとか。で、それでいろいろ試してみたんですよ。洗剤にオイル出してみたりとか、そう、食器を洗う洗剤で洗ってみたり、シャンプーで洗ってみたり、クリーナー売ってる厚生さんだったりとか、あとどこだったかな、厚生さん、資生堂さんかな、いろんなところを使ってみても、ちょっとなんか違うなと思って。だけど別にブラシが悪いわけじゃないんですよ。例えばモーフィーの白い、毛のブラシはすっごいレビュー良かったし、みんなマックに入れていいよっていうレビューばっかりだし、結構比較的にみんなお気に入りのブラシの中に入れてるし、なんでだろうって思って、で、まあ、ちょうどシグマさんからこの商品をいただいて洗ってみたら、もうそれが改善されました。もうね、今までは何だったんだろうっていうぐらいに、本当にこれはもうね、嘘をついてますね、本当に。もうね、毛の質が変わったかっていうぐらいに良くなって、で、やっと、このブラシの良さが分かったっていうぐらいに、改善してくれたものになります。で、これに関しては、先ほどね、サンプル品が一緒に来るよって、来たよっていう話をしたんですけど、リキッドのものと、フォーム、泡で出るもの、二つあります。私は、フォームの方を使ったことあったので、フォームを選びました。なんとなく、泡の方が持ちがいいのかなと思ったっていうのもあって、まあね、これね、一個リキッドにすればよかったなって後から思ったんですけど、まあでもこれはすごい良かったし、まあ、セール品っていうか、セールしてたっていうのもそうですけど、あとね、送料無料、いくら買っても送料無料みたいな感じになってたから、これを買いました。でね、これめちゃくちゃでかくて、200ミリ入ってます。これはもうね、私の今年のベスコスに入れたいぐらいの、コスメじゃないけどそう、まあ、ツールをね、ケアするものなので、それに入れてます。はい、ベスコスです、この今年の。もうこれは超おすすめします。で、実際に、おすすめして買ってくれた方もいて、もうめちゃくちゃ嬉しくて、で、買ってくれた方も満足してくれた方がいたので、本当にそれも嬉しかったです。なので、もしシグマを買う、機会がありましたら、まあ絶対多分このサンプルのものもついてくると思うんですけども、もしよかったらですね、こちらも買ってみてください。もうすっごい良かったです。私
は泡のやつを買ったと、あ、買ったんですけども、まあリキッドでもいいかなと思います。入ってる成分も一緒だと思うので、泡で出てくるか、リキッドで出てくるか、そんな感じの違いだと思うんですけども、これめちゃくちゃ良くて、おすすめです。多分、定価は1個、1本2000円ぐらい ?20 ドルぐらいだったと思うんですけど、もしセールしてなくて、ちょっとでも安く買いたいなって思う方は、もしよかったらね、私、クーポンコードあります。もしよかったら使ってください。セール品以外のものに使えるクーポンになります。多分併用できないと思うので、そうすると 10% オフになります。はい、こんな感じでこちらを2本買いました。これね、割と、重いんですよ。リピート品になります。これはね、もう1本買えばよかったなって思った。もので、シグマのリキッドペンアイライナーになります。これでーす。これも、シグマさんからプレゼントいただいたときに、一緒にいただいた、リキッドアイライナーなんですけども、もうね、めちゃくちゃ良くて、良すぎて、ずーっと使ってしまって、すぐになくなっちゃったっていう感じで、そう、これはもうね、ほとんど出ないんですけども、もうね、めっちゃいいんですよ。ちょっとね、筆先は、他のものに比べてちょっと太めなんですけども、でも、太いからこそ安定しているので、あまりね、まだ、アイライナーを描き慣れてない人からしたら安定していて、使いやすいアイライナーになっていると思います。なんだろうな、他のものに比べると、こっちは結構こう、なんだろうな、フェルト感じゃなくて、筆先になっているんですけども、でも、こっちはどっちかっていうとフェルトペンみたいな感じの素材のペン先になっています。そのため、結構安定しているので、まあ、こういう感じで、書いていくと結構割とまっすぐに書けます。なので、これめちゃくちゃ良くて好きでした。で、私は、マットな、あ、でも全然まだ出る。マットなアイライナー、リキッドアイライナーが好きで、割とね、日本で扱ってるものとか、まあ、海外のものももちろんそうなんですけど、照明とか、光に当たると、こう、キランとするものが多いんですけど、これに関しては、割とマットで、そのままの色っていうか、濃いんですよ、黒が。で、こう、アイライナーによっては、アイシャドウの上から、ラインを引いた時に、こう、アイシャドウに馴染んじゃうものとかがあるんですけど、これに関しては、発色がいいので、アイシャドウに負け、アイシャドウ負けしないっていうか、そう。っていうのがあって、めちゃくちゃ好きでした。はい。なので、リピートをさせていただきました。こんな感じでめちゃくちゃ、黒いです。はい。そう。めっちゃいい。なので、これもリピートして、もう一本買いました。はい。で、こんな感じで、まだまだあるんですけども、ちょっとね、動画長くなってしまうので、今回はこの動画で一旦締めようと思います。で、パート2、またあるので、パート2の方が、いろいろ、もっともっとものがあるので、ぜひ、パート2の方も見てってください。では、そんな感じで今日のこの動画を終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。また、よかったら、また動画見てってください。パート2もね。そして、私、インスタグラムも大好きで超ハマっていて、いつもインスタグラムにいます。もしよかったら、インスタグラムフォローをお願いします。はい。そして、まだこのチャンネル登録されていない方、これはね、もう聞いたことあるセリフだと思うんですけども、はい。もしよかったら、登録をお願いします。そして、通知ボタン押していただくとね、私結構、頻繁にあげたりしないけど、頑張って頻繁にあげるようにしたいので、頑張りますけど、もしよかったら通知ボタンを押していただくと、そう、動画上げるたびに、通知がちゃんと行きますので、もしよかったら通知ボタンもオンにしてください。では、そんな感じで、今日のこの動画を終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。では、またねー!